ともと飛行機がすごい好きで、空を飛ぶっていうのがまず何なんだろうってことから始まって、体験搭乗行って飛ぶこともすごい楽しかったけど、それと同じぐらい先輩とか同期がものすごいいい人たちで、あ、この人たちと一緒に4年間頑張りたいなと思って入部しました。空港行って楽しいなとかはありましたけど、その飛行機が好きとかいうよりは、その空飛ぶっていうことにすごい興味を持ちました。グライダーのスポーツっていうのは、女性としてのデメリットとかはそんなにない、男女関係なく女性が勝てるスポーツだと思います。とにかく明るいので、それをどう支えていけたら先輩たちが伸び伸びとフライトに臨めるかなっていうのは意識してます。他の大学に比べて女子の部員が多いので、男子の活気ある勢いっていうのを保ちながら、女子の目配りだったり気配りっていうのでバランスを取れた部だと思う。空を飛ぶ楽しさをずっと持ち続けて、先輩としてああなりたいと思えるような先輩になりたいですし、後輩がついてきてみんなで空楽しめたらいいなって思います。自分と同じように、まあ、パイロットを夢見る、まあ、少年少女っていうのは多いと思うので、まあ、そういう人たちが飛べるっていうのはとても幸せなことだと思うので、そういうのを夢見てる人はぜひ入部して4年間パイロットとして楽しくやれるといいと思います。意外に比べて青山ってすごい楽しそうってよく言われるんですよ。和気あいあいとしてて、部活の雰囲気自体がすごく楽しそうで、メリハリのついた部活にしたいなと思います。